皆様こんにちは。宇治家脳神経外科内科クリニックの宇治家博といいます。東京女子医大時代、そして東京労災病院時代、私は多くの時間を脳神経外科の手術に費やしてきました。しかし現在ではそのような大きな手術はやめて、血管内外科手術、それから内視鏡手術、そしてガンマナイフなどの低侵襲な手術の時代に変わっています。私は2019年に麹町にクリニックを開業しました。クリニックを開けている日は木曜日の午後から土曜日の午前中までです。月曜日から水曜日は鎌ヶ谷総合病院で脳神経外科の手術を中心に行っています。といっても血管内外科手術は兵藤先生、内視鏡手術は田原先生に執刀してもらっています。私が行っているのは福島先生が完成させたキーホールサージェリーをできるだけ安全に小さな開頭範囲で行っています。クリニックの外来では病気の予防がメインです。低侵襲手術は鎌ヶ谷総合病院の脳神経外科で行っています。脳卒中の危険因子である高血圧、糖尿病、高脂血症、そして認知機能の治療、さらには頭痛外来を中心に行っています。うつ病の患者さんもパーキンソン病の患者さんも外来で見ています。現在の治療に行き詰まっている方、手術が必要だと言われ不安になっている方、一度ご相談にいらしてください。